はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットでございます。1時をちょっと回りましたね。まったりとした午後でございました。いや、明日とあるところに収録に呼ばれてるんですよ。これでも嫌な予感がしたんですけどね、やっぱり思った通りで、ものすごく偏僻なところ、私が一番行きたくないところなんですけど、収録場所はそこやって言われて、ふわーっと思って、で、いや、いいんですよ、行き帰りタクシー出してくれたら自分で来いっていうメールが来てて、で、そこで夜中に終わるんですよ。夜中に終わって帰りタクシー出してくれんのって今聞いてるんですけども、もうなんだ、タクシー出してくれんかったらもうやめようかなと思って、もほんまにもう嫌やわ、あそこ行くの。ものすごい不便なところなんですよ。まあね、はい、行きましょう。本題、 G.com ですね。ガーシー容疑者に旅券返納命令、執行すれば強制退去も、動画投稿をめぐる脅迫事件。23日、これは昨日ですか、昨日ですね、16時4分ですね、に出た記事でございまして、動画投稿サイトで著名人らを繰り返し脅迫したなどとして、警視庁が前参院議員ガーシー、本名東谷義和、容疑者51の逮捕状を取った事件で、外務省は23日、海外に滞在中の同容疑者に旅券返納命令を出した。ほう。4月13日までの返納を求めており、応じなければ旅券は失効する。事実上の不法滞在状態となり、強制退去処分の対象となる可能性があるという事実でございます。で、今日になってですね、そのガーシーさんのですね、東谷さんですか、の尼崎かなんかのご自宅ですね、集合住宅といいますからマンションでしょうけども、そこにガサ入れが入ったということでございまして、でガーシー氏が泣いてはるということですね。お母様が77歳でいらっしゃってですね、まあ、そこのご自宅にいらっしゃるんでしょうね。で、なんでうちのおかんをいじめるんやって泣いてはるそうでございまして、お父様はもうお亡くなりになってるんですね。ちょっと不自然なお亡くなりの、自らあっちへ行かれたということらしいんですけども、それでまあ息子ガーシー君がですね、こういうことになって、まあ、一度は参議院議員になったのに、前代未聞って、まあ、過去に70何年前にあるそうですけども、除名でですね、失職をしてですね、で逮捕状が出て、で旅券返納命令が出てるということで、大阪まで行ってですね、警視庁から行ったんですね。警視庁って東京都の警察なんですね。で警視庁から行って大阪でガサ入れをしているとご自宅ですね、実家関連というところという報道ですけども、ガサ入れをしているということでございまして、ふーんという感じですね。ふんって、ガサ入れてね、いや、僕されたことないですよされたことないですけど、本当に嫌みたいですね。だってお前さんが何十人も自宅にダーッと入ってきて、その辺ひっくり返して、もうそんな、もうもちろん元に戻してくれませんよ、当たり前ですけど、もうひっくり返してひっくり返してひっくり返してむちゃくちゃにするらしいですね。ものすごくこう嫌だというふうに物の本で読んだことがあります。それ77歳のですね、おばあさんがやられたらそりゃ嫌でしょうね。で、何を探してるのか知りませんけども、そのガーシーさんが得たお金がですね、実家関連のところに入ってのちゃうかという容疑らしいです。まあ半ばね、私が思う半ばそれって嫌がらせなんですよ、警察からの。だからお前、何回でもやるぞという、1回で済みませんからね、2回3回来ますからね、来るときには。まあ要はだから2回目3回目なんか完全嫌がらせですね。で来ますんで、裁判所もピンと判子をしますんで、まあ、やられていくんでしょうね。もうそんなんね、なんと言いますか、人を殺めたとかね、そんなんちゃいますから、とっとと帰ってきたらいいのにと思うんですけどね。ただね、気になるのはね、この方そういうですね、脅迫とかっていうんじゃなくてですね、BTC
ETS に合わせちゃるとかいう話をしてお金集めたという過去にそういう事例があるんですね。でそれはお金は返したそうなんですけども、返したところでですね、もしその合わせるつもりがなくお金を集めていたらその行為自体は詐欺罪ということになります。でそっちはちょっと罪が重いんですね。でそっちについて警察はどういうふうに対処するのかというのがよう分かりません。まあお金を返したから被害がなかったということにするのか、わしは返してもらってないという人の被害届を受理しているのか、そこのところがですね最近全く報道されないんですね。だからそっちで食らったら実刑は確実です。まあいろいろとこの方もですね、いろいろとなんかこうですね、警察が動くようなネタというか、まあ容疑というかがあるような感じですからね。で、なんて言いましょうね、海外にいる場合は時効になりませんから、何十年か、例えば20年海外にいて帰ってきたらもう それでもう20年前の容疑でガチャンと行かれるんで、とっとと帰ってきてね、帰ってきて、はい、申し訳ございませんってやった方がええんちゃうんかなと。で、まあもしかしたら実刑食らうかもしれませんけど、まあ1年とかそんなんでしょ。で行ってお勤めして帰ってきたらええやん、そんな別にそこで取って食われるわけではないわけであって、例えばホリエモンさんとか行って帰ってきたわけですよね。行って帰ってきてあんだけ活躍されてるわけですからええやんと。佐藤勝さんも行って帰ってきたわけですからね。そういうご経験をなさった方がかえってこれから生きていくにはですね箔がつくんちゃうかなと。鈴木宗ちゃんもそうですからね、行って帰ってきたわけですから、ええやん1年ぐらい入ったらとまあまあ、1年で済むかどうか知りませんよ、そんなん分かりませんけども、初犯であれば多分詐欺で立件されたもんに 長くて 2,3 年ちゃうかなという感じはしますけどね。ほんでその言うてる、なんてかな、その芸能人をこう脅したとか、そんなんやったら多分執行猶予ですからね、まあ、初犯であれば。こうやって逃げ回ってるとこ見るとよっぽどそれが嫌なんだから初犯ちゃうんかなと勝手に思うんですけどね。まあその辺よう分かりません。77歳のですねお母さんに悲しい思いをさせるであればですね、もうここまで有名になったわけですから、この後のですねこうやりようによってですねこの後生き残れるかどうかっていうのは決まってくるわけですから、あまりですねかっちょ悪いこうビヘイビアを残すとですね、そのこの後消えていく運命にある可能性もありますね。いや この人ねヒールで生きていけると思うんですよ。ダークヒーローでね、ダークヒーローで生きていけると思うんで、しかも元参議院議員でしょ、今は前参議院議員ですけど、まあもうそのうち元になるんでしょうけど、ええやんそれでと、十分やん、一回は国会議員やったんやという把握でね、生きていけるんだから、とっとと帰ってきてですね、親孝行しなさいよと、お母さんを悲しませるなよというのが、やっぱり、こう、日本的な情緒ではないんでしょうかね。もう本当にお騒がせですねこの方。まあでむしろこの方に関わった芸能人たちの方がですねマイナスばっかりしてあってプラスは何もないわけですね。まあいかにですねこの芸能界というのがですねこう底が浅い世界かなというふうに思いますね。うわ小学校の同窓会があるんですって、5月に京都なんです僕の場合、行けへんわそんな過去2回ぐらい出たんですけどね、もう10年ぐらい、10年は経ってんだね、6、7年前に2回ぐらい出たんですけど、いやだってもう今年61ですよ私も。もうまあ確かにね面影あるんですけどね、前はということでございましてですね、ガーシー君いよいよ旅券返納命令が出ました。1年ぐらいはね隠れ住むこともできるでしょうね、ドバイが許してくれれば、ドバイかどうか知りませんけども、でもそんな5年も10年もっていうわけにいきませんから、どっかでね年貢を納めなあかんわけだって、な若いうちにやったらええやんって、51でしょまあ51は若いんでしょう私から見たらええやんそんな
いや、まだ人生もうちょっとあると思いますよ、ほんまに。あの大きな病気でもない限りは、この先10年も逃げ回るっていうのはまあしんどいでしょう。しかも日本語しかできないんでしょ、多分ガーシー君。51から英語勉強するのも大変やでと私は思います。一応貼っときますね、ジーゾット君。はい、皆さんどうもありがとうございました。